どうも、西木です。今回なんですけど、皆さんね、こんな話聞いたことありますかね？AI 化、アイドルとか、モデルとか、まあ、その他もろもろの、こう、モデル、アイドル、ジャニーズ、まあ、そういう人たちらが、AI 化していくみたいな話って聞いたことありますかね？というのも、まあ、要するに、完璧な人たちをお届けできれば、いいっていうコンセプトになってるらしくて、だからだったらそういう、まあ、一般的にこう言われてるのはコンビニ店員とかが、なんかコンビニがね、AI がこう接客をしてなんか無人になるとか、まあ、そういうことって、まあ、結構ね言われてると思うんですけど、それがなんかアイドルとか、そういった方面にも、まあ、もちろんね YouTuber もそうだけど、配信者とかねも、AI が、人間じゃなくて AI がやっていくみたいな話を、僕はね、ちらっとこう、小耳に挟んで、まあ、それに対してね、まあ、ちょっと今回は僕なりの、まあ、感想を、まあ、お話ししていこうかなって思うんですけど、まあ、僕が思ったのは、いや、そういうことを言ってる人たちって、まず根本的に、アイドルとかを、まず分かってないなっていうふうに思いましたね。うん。で、まあわかんない。モデルとかって、まあ、僕が思ってるモデルって、まあその一般的に、まあもちろんね、こうスタイルとかに憧れるとか、まあそういう意味でもあると思うんだけど、例えばじゃあ AI が許されるのって、じゃあファッションショーとかで、完璧なね、モデルが歩くとかは、まあまだね、100歩譲ってあると思うの。でも、アイドルとか、YouTuber とか、まあ、芸人とか、そういうのは、またちょっとね、違うんじゃないかなっていうと思ったんで、まあ、僕はお話ししていきたいかなと思います。で、まあね、まずね、もう僕が一番に伝えたいこと。今ね、もう分かってない、これらね、AI になるんじゃないかとか、AI 化しようとしてる人は、マジで何も分かってないなっていうふうに僕は思います。で、理由なんですけど、まず、アイドルとかを推す理由って、その人たちが、まあ、もちろん可愛いっていうのはね、大前提にあるんだけど、それ以前に、まあ、その子を推してる理由っていうのがあるわけなんだよね。例えば、僕は今ね、前の動画でもお話ししたけど、今 K-POP にハマってて、じゃあなんで今 K-POP が人気なのか。で、それは、全人類は持ったかもしれないけど、全女子、まあ、もちろん男子もそうだけど、が、その人たちに憧れを持ってるんだよね。歌唱力、ビジュアル、スタイル。で、その人たちが頑張ってるから自分も頑張ろうとか。まあ、そもそも推しってそういうことだと思ってて、推しが頑張ってるから自分も頑張ろうとか、この人がじゃあ、ね、当然アイドルも人間だから太ったり痩せたりするわけよね。痩せてたら、あ、この人まあ、今頑張ってるんだなとか、病気なのかなとか、なんか忙しいのかなとか、その人を見ることで、いろんな情報をまずゲットできるの。で、まあ、痩せてたり、最近ダイエットしてるんです、みたいなことを言ってたら、あ、じゃあ自分も頑張ろうかなとか。で、そういう面で、アイドルって、僕は少なくともね、可愛いだけでは見てないと思ってて、あとは、やっぱりその人が、どうやって、まあ、例えばじゃあ、乃木坂で言ったら、乃木坂のね、こうで、まあ何回も何回もこうオーディション受けたけど、落ちちゃって、もうようやく受かりましたとか、まあ乃木坂に限った話じゃないけど、まあそういう話って、まあよくあるね、話だと思うんだけど、ずーっとこう練習生期間がね、K-POP で言ったらこう練習生期間が長くて、ようやくデビューできましたと。で、僕も、最近ね、まあルセラフィムのね、うんちさんっていう人が、まあ僕大好きなんだけど、その人で言ったら、ようやくデビューはできて、なんか、みんなにね、溶け込むために、なんかペットボトルでね、お茶をね、お茶かわかんない飲み物をね、こうみんなに差し入れしようと思ったけど、人見知りすぎて、なかなかこう輪にね、入れなかったと。で、その結局ね、お茶もね、買ってきたけど、そのお茶も渡せなかった。で、そんな話聞いたらなんかもう心がね、もうギュッと なるじゃないですか。なるじゃん。で、それをね、仲間にね、打ち解けられない、その、うんちを見て、周りのね、セラフィムのメンバーたちは、なんかこう、親睦会みたいなのなんか、開いたらしいの。なんかそういう話を聞くと、やっぱこのグループを推していきたいっていう風に思うし、うんちをもっと推したいっていう、こう欲が、
もっともっと愛が深まっていくじゃん。っていうのを僕は言いたくて、じゃあ、わかんないよ。まあ、実際ね、その AI がどういった感じにやっていくのか僕は全くわからないけど、じゃあ、完璧なスタイル、完璧な、ね、完璧な、まあ、顔、スタイル、歌唱力、ダンス、全部じゃあ完璧な人、じゃあ完璧なパフォーマンスやります。確かに、かっこいいし、盛り上がるかもしれないけど、じゃあなんで、その人たちが人気なのかっていうのを、マジで考えてほしいかなっていうのは、うん、思うかな。じゃあそのスタイルを維持するために、頑張ってる、〇〇ちゃんが好き、〇〇くんが好き。ね、芸人もそうじゃん。まあ、本当にこの人面白い。じゃあその面白さって、じゃあ AI が同じことを言ったから、じゃあ面白くなるかって言ったら、多分、そうはね、まあ、ならない、同じ言葉でもならないと思うんだよね。僕も、まあ、粗品さんとかね、大好きなんだけど、じゃあ独特な、粗品さんの面白さって、じゃあ、それって、粗品さんにしか出せないと思うんだよね。うん。で、それを、じゃあ全く同じ言葉を、じゃあ AI が真似したから、うん、それじゃあいいかって言ったら、全くイコールには、ならないと思うから、そこは、アイドルに限らず、芸人、まあ、YouTuber もそうだけど、じゃあヒカキンさんは、なんで人気かって言ったら、ヒカキンさんの人柄だとか、そういうね、あえて募金したりだとか、うん。っていうのを含めて、やっぱりヒカキンさんとかはじめ社長さんとかね、は人気なわけで、うん。だから一概に、じゃあ完璧な人間、完璧なじゃあ AI がみんな好きかって言ったら、わからない。だからさっきも言ったけど、そういうファッションショーとか、なんか、わかんないけど、だからそういうモデルとか、でもモデルとかも、じゃあ〇〇ちゃん、〇〇くんが着てる服だから買いたいっていう場合もあると思うから、じゃあその AI にファンがつくかって言ったら僕は、なんか、じゃあ何を理由に押すのかなっていうのは思ってて、だからね、そこをね、それをとやかく言ってる人たちは、もちろんね、わかんない。どうなっていくかっていうのはわかんないから、僕もね、一概にはそれを、ね、強く否定することっていうのは、まあ、できないけど、少なくともそうやってなんか完璧な人たちが、ね、完璧なアイドルを、私たちはなんかね、人間じゃなくて、AI たちが作りますって言ってる、考えなんだったら、それは少なくとも、うん、僕を含めて多分ほとんどの人たちが、そこは違うよって思うと思いますね、僕は。うん。だから、本当にその人の人柄だとか、その人の背景とか、この人が頑張ってるからとか、そういういろんな、面を含めて、その推し活動をね、僕らはね、してるわけよ。だからじゃあ、その完璧な顔、の人たちをじゃあ押したいかって言ったら全然違います。はい。考え方をね、改めてくださいっていうふうに思うの。もちろんね、その完璧な人たちっていうのは、まあ、きっとね、可愛いんだろうし、スタイルもね、めっちゃいいんだろうし、うん、いいと思うの。でも人間でもね、完璧な人っていると思うし、日本人で言ったらこう、白石麻衣さんとかね、僕実際お会いしたけど、もうやばいから、本当に。うん。まあ、韓国でね、K-POP で言った、ワボニョンちゃんとかね、本当にまあ、僕はワボニョンちゃんを愛したことないけど、本当にね、スタイル、本当にすごいし、もうとんでもないと思うの。でも、その、白石麻衣さんも、ワボニョンちゃんも、二人とも、めちゃくちゃ努力してるんだよ。やっぱり、うん、垢抜けも多分してると思うし、多分っていうかもうしてるんだよね。してるし、顔だってどんどん変わっていくし、やっぱり小さい頃の、その子と、だん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 その成長過程をさ、ファンたちはずっと追っていくわけじゃん。で、なんか昔はね、こんな幼かったけど、だん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 こう、で、グループをね、成長、グループの柱になるような性格とかルックスとかにもなってるわけじゃん、実際ね。白石麻衣さんも、ボニョンちゃんも。っていうのを見ると、やっぱり、なんか素晴らしいな、応援したいなっていう気持ちに、うん、なっていくから、何度も言うけど、じゃあ最初からね、じゃあもう、はい、完璧な、まあ、白石麻衣さん、完璧な、まあ、ボニョンちゃん、とかをバンって出されても、もう、可愛いけど、可愛いけど何ってなると思うんだよね。うん。なんで、まあね、まあ僕が伝えたいのは、まあ本当にそういうことかなっていうのは思います。はい、ということでね、まあ僕なりの感想で、まあ軽くですがね、まあ、お話しさせていただいたんですが、皆さんね、まあ共感してもらえたかな、わかんないけどね。だから本当に一概にはね、まだその AI っていうのが全然出てきてもないし、どういうね、アイドルになっていくかとかも、まあ全くね、わかんないし、何年先かも、ぶっちゃけわかんないけど、
まあそういう記事をね、ちらっとこうネットの方で見たんで、まあいやいやいやと。まあ、それはちょっとね、違うんじゃないか。まあ一概には言えないけど、おそらくみんなが思ってるのは、違うと思うし、そういうアイドルとか芸人とか、まあ、そういうエンターテイメント的な職業をやる人はまだまだ AI にはね、任せられないんじゃないかなっていうのは僕は思いましたね。はい。ということで、もしね、この動画良かったらチャンネル登録、高評価、コメントしていただけたら嬉しいです。皆さんね、まあ、本当にアイドルとか芸人とか、まあ、そういったね、頑張ってる人たちをね、見るっていうのは、素晴らしくね、影響でもらえると思うんで、まあ、で、今度ね、ごめん、余談にはなっちゃうんだけど、今度ね、そう、推しっていうのについて、なんか、爆語りね、しようかなって思ってるんで、まあ、その動画ね、近々出す予定なんで、そちらの方もね、見ていただけたらね、嬉しいです。皆さんもね、ぜひね、推し、作ってみてください。本当にね、人生が豊かになります。で、本当に、その動画を一本ね、丸々ね、爆語りしたね、動画も作るから、ちょっと待っててください。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。